突然ですが問題です。障害物を避けるために160フィートパーノーティカルマイルで上昇しなければならないとき、対地速度150ノットで飛行していたら何フィートパーミニッツで上昇すれば避けられるでしょうか。時間が必要な方はここで一旦動画を止め、答えを出してみてから再度再生し答え合わせをしてみてください。それでは早速マニュアル後方計算板を使って計算をしていきたいと思います。まずはじめに A スケールに150ノットの15と B スケールの黒色矢印または60を合わせます。そして B スケールに16、これは160フィートパーノーティカルマイルだから16です。そして A スケールが答えになります。よって400フィートパーミニッツが正しい答えです。次にデジタル後方計算板を使って計算する方法を見ていきたいと思います。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもお役に立てたのであれば、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると今後の励みになります。今後ともいい動画を作成できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。